はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018ペナントレース、パリーグ公式戦第3回戦ですね、楽天戦になります。で、前回第2回戦で結構ホームラン出たじゃないですか。あれね、またねロックオンが2に戻ってたんで、まあ、ずっとロックオン2のままで打ってたんで、まあ、多分ホームランが結構出たというところで、そうすると第2回戦目多分完全に負けてたね。で、今回はもうこの段階でシステムを戻したんでロックオン1になってます。あと守備もオートにしてますんで、まあどうかな、いい試合ができればと思うんですけど、やっていきましょう。で、三都志くんか、ちょっとそろそろね、あれミカミックスがオフになってる投げてねえのにオフになってんだけど、まあいいや。調子 T 田中出す？めっちゃ打たれそうだな。調子はね、ピッチャーは超重要だからね。ちょっと今回先発はすいません、 T 田中にお任せしましょう。お任せしましょう。で、基本的には先発というかスターティングメンバーは同じ感じでいいでしょう。よし、これでいきます。どうしてもね、コントロールがみんな多分低めになってるんで。右の三馬、今シーズンまずは1回の表、治ってるよね。ちょっと待ってね、もう1回見る。ロックオンレベル1、守備はオート、はい、一応めちゃ強にはしてます。あの守備力をねちゃんと活かせるために、ある程度いい動きをしてもらわないと。第2球投げた。よし、スライダーを打って、センター飛んだ、センター前ヒット。やはりワンダーは出てこそ花がある。いきなりはちょっと走れない。おお、牽制挟んでくるね。さあ次の投球、ちょっと待ってね、ここら辺でちょっと走る。第3球を一塁ランナーで、ボールを2塁、よし、盗塁1、今のは間に合うね。オッケーオッケー、初盗塁を決めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。パリーグでさ、肩の強いピッチャーって誰なの？ちょっと待って、これは当たりが良すぎだな。ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは2塁、変わりません。西野くんがつないでサードに行ってくれればワンダーが。第2球投げた。よし、これはいける。え、大丈夫か、無理か、戻ろう。掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁、変わりません。たぬきちゃん頼むよ、やっぱこいつの一発にかかってる、うちの得点力は。第2球投げた、ツーシーム、3球目入れてくるか、入れてくるね。打った、センターへのフライダー、取ってアウト、スリーアウト、まあしょうがない。リプレイをご覧ください。打ち取られた。二塁ランナー、さて T 田中、1回の裏、これから田中聖はサークルチェンジ、スローカーブ、球速126キロか。プロ野球選手にとって球速126キロってどうなんだろう。アウトコース空振り、ただやっぱり遅すって思うのかね。投げました、ストライク。第4球は、でもさ、一巡もすればさ目が慣れるよね、外角低め。プロだったら最初はさ遅くてさ打ちました、いい当たり、打ちづらいかもしれないけど、2巡目になってくるとやっぱり目も慣れてくるから。てかいきなり打たれてるし、球速遅いからね、走られる可能性があるんだよね。ストレートは外れてもサークルチェンジ、投げました、打ちました、ゲッツーいけるっしょ。ユッキー、オッケー、ゲッツー、2アウトランナーなくなりました。こいつしかもシュート回転持ってるからな、スタミナはいいか。投げました、まあ、5回まで乗り切れば上々かな、打たれなければの話だけど。投げました、いや、この流し打ちは厳しい。ワンダー、一気に二塁へ、バッターランナー二塁でストップ、銀次ツーベース、先行チーム先制のミラーか。ここで4番を迎えるのはちょっと怖えな。第2球投げた、確かにシュート回転してるね。田中セーバーを決めよう。投げた、お前何なんだこれ。サイチが最速を生かす、最速がサイチを生かす、どっちよくわかんない。ギリギリのところに決まった、先ほどのプレー、これブレーキがすげえな。 T 岡田2アウト2塁のピンチでしたが、ここはよし、2回の表先行チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは国重くんはちょっと一発を狙っていこう。第9
投げた。フォークボール見送ってストライク。第2球投げました。失投。オッケー。失投はね、まあまあまあちゃんと捉えれば飛んでくんで。今シーズン第3号先制ホームラン。スタンドへ叩き込んだ。オッケーオッケーオッケー。失投を逃しませんでした。今チームメイトが迎えます。イエーイ。こちらが先ほどの先制のシーンです。ど真ん中失投。見事。左バッターボックスは6番木野。さて1点先制を取れたところで、見間も150キロあるからね。インコース低め。やっぱり先発でさ150キロ BB ってすげえ理想だよね。先発としての力量はかなりいいと思う。あと変化球もね3球種あるし、まあ、一発を持ってる一発持ってるから今ヒットをど真ん中に行ったのか。取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番山陽小野田。第9山陽小野田君初球を打った。これはライト取られるか。これで2アウトランナーありません。バッターは8番。さてユッキーはじゃあ狙ってこう。第9投げた。1球入魂。初球引っ張った。グーンと伸びて右に切れました。ファー投げた。見送ってボール。内角攻めなんだ。第3球はこれもちょっとボール。第4球は打ちました。よし。ただやっぱパワーないね。ユキいいバッティングを見せました。さてこの下位打線をうまくつなげればこの補填パワーのない人たちのボールは中継。ナイスバッティングです。さてじゃあワンダーはちょっとチャンス A だし狙ってこう。投げた。低めボール。パワー F とはいえ第2球超うまくいけば持ってくるかんね。超うまくいけばの話。第3球を投げました。ボール。パワーヒッター持ちだから投げました。うん、失投かな。真ん中に来てくれればな。さあ5球目スライダー。うわースライダー入ってきたか。第6球をランナー一斉にスタート。無理だよ。いやワンダーの足を持ってしても無理だよこれは。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0先行。まあなんとかね2回の裏1点を追いかけます。1点入ってくれたんであとはこの回のこの T 田中がどれだけ抑えられるか。めちゃくちゃ不安はある。頭空振り。投球は3球目投げました。1つ外してボール。田中セーバーで決めよう。投げました。本当なんだ。ただマジで打ちづらそうな球ではあるよね。俺だったらまあ絶対打てない。こんなわけわかんない球。投球これから2球目。ミカミックスのなちょっと煉獄も見せたかったんだけどな。これで言ってもただの大谷くんから教えてもらったオリジナルストレートだけど。投げた。初球空振り。タイミング合いません。タイミングは確かに超取りづらそう。こいつ。見送ってストライク。これで追い込みました。投げた。1巡目だったらなんとかな。てかさこういう性能だったら中継ぎでもよかったんじゃないか。先行チームこの回は全部できる系かな。玉三郎第1打席はセンターフライに倒れています。ってことはグラゼニでいう谷間の時に使うべきピッチャーなんだな。スタンドに入りました。先発ローテーション第3球を。いや先発ローテーションって言ってもさ組めるだけの人材がいないんだよね。玉三郎いいバッティングを見せました。バッターは3番。さてただここから第1打席は西野くん打ちました。初球打ち。これはセンター方向へ持っていき取りました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。もうタヌキは狙う。マジで狙う。第9投げた。打ったこれどうだ。ちょっと人伸びしなそうだけどなあ。でもまあ一応あれか。ナイスバッティングです。やっぱもう一伸び足んなかったね。先ほどホームランを放った国先行チーム追加点のチャンス。これは今のはボール球だったな。ライト前進宇宙間へのフライ掴みました。ボールは中継。これで2アウトランナーは一塁二塁。さて木野ちゃんってなんか得の思ってたんだっけ。あこれはあダメだ。3アウトだもともと戻っちゃったけど。1塁2塁3回の裏これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは藤田。まあ、スタミナがいいだったとしてもね、先発に出た段階でスタミナ補正がかかるはずなんで、それなりに投げられるはず。ただいきなりな
やこれはいいよ、一塁でよし、1点献上になるかもしれないけど、チャンスはこいつあんまりよろしくないね。できれば抑えたいな、1点差だからね。チャンスセーフ。サークルチェンジをすげえ際どいところに決めよう。1回ストレートを挟みたい。サークルチェンジを投げてしまったから、あぶねで、田中セーバー、よーし、 OK、 ナイスだ、ウィニングショット。すげえよこれ、こっから見ると軌道が異常なんだけど。ヘゲーロが本当に怖い。なんでマジで2番バッターに座ってんだかわかんねえんだけど。ちょっと1回スローカーブを外に外そう。でさらに外にストレートを見せての田中セーバー狙ってるね。 OK、 ピンチをしのいだよ。マジで魔球だな。ゲームは中盤戦に入ります。さてサンタモニカからか。第1打席はライトフライに倒れています。見守ったら結構スタミナビールの割にはだいぶスタミナ減ってね。また4回なのに調子がねよろしくないっていうのがあれかな、響いてるかな。よしユッキーはもうマジ最初は1球2本で狙っていく。ギャハハ、これはゲッツだ。完全に引っ掛けた。2アウトランナーなくなりました。第9投げました。これもちょっとトップバッターから始めるっていうあれで振ってこう。投げました。打った、流し打ち取りました。これで3アウト。これはしょうがない。4回の表が終わって1対0イーグルス。この回はクリーンナップからの攻撃になります。まあなんだかんだでね、先発結構頑張ってくれるよねみんな。まずは決めてきました。投げた、スローカーはストライク。これで追い込みました。このストレートもちょっと外して、ボールアウトローへ。さらに見せ球を使って田中セーバーで決める。投げた、打った、投球はこれから6球目。流し打ち、どうだ、西の交代、切れていきます。球数を投げさせられてんな。球数投げさせられるとこいつ厳しいんだよな。高めボール球打った。銀次追い込まれていますが粘るね本当に。田中セーバー投げた、よし、 OK。 空振り三振。右バッターボックスはウィーラー。ただ2巡目か、怖いな。外れた、ボール。まあ、そういうのとか多分ないと思うけどさ、2巡ゲありそう、怖い。なんかカーソルがさ、こう狙われるとコントロールはあるからな。今のダメなの、サード。ウィーラー、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。左バッターボクサー5番、まあ、ちょっと島内。今日の第一打席はユッキー以外に守備を求めるのは結構酷だからな。変化球見送ってストライク、投げました。よし、 OK、 ナイス。見事なピッチングです。アマダーか、アマダーもやだ。よし、これはユッキー。 OK、 セカンド左、セカンドから一塁送球。やっぱ二遊間は守備だよね。一塁ランナーウィーラー残塁に終わりました。4回の裏が終わりまして1対0、先行チーム1点リードは先行チーム。さてワンダー、まずはお前が出てくれ。今日3打席目打ちました。初球打ち、スライダーかボール球に。第2球投げました、ボール。投げた、ツーシームか。今のスライダーだったら振ってたんだけどな。第4球を投げた、打ちました。どうだ、ポテンにはならない。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボクサーには一人でもな、出てくれればな。見送ってボール、投げた、ツーシームはボール、アウトコース低め。第3球を投げた、打った。これはどうだ、落ちるでしょう。よしよしよし、あっと送球それた。タムサブロー、いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。右バッターボックスには西野。今日はもう3打数回ってきてるといえば回ってきてるのか。外れても玉三郎走りてー。ちょっと待って、走ろっかな。玉三郎も走れるかな。投球はこれから3球目。オーケーオーケー、超余裕超余裕、いいね。玉三郎今シーズン2個目の盗塁を決めています。玉三郎いいね。第4球を投げた、そして西野くんがつなぐでしょ。よし、タヌキは最悪犠牲フライで OK。 行こう、
第9投げました。行こう、オッケー。来たー、さすがよ。第4号スリーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ。初球から思い切っていきました。序盤先制できるんだけどね、いつも後半に追いつかれちゃうからな。先ほどのプレーです。中継ぎとな、抑えがもうちょい踏ん張ってくれればいいんだけど。 OK。 左バッターボックスは5番クニ。さてクニ君も投げました。スライダーちょっといきなり引っ掛けてしまった。ちょっと力みすぎたな。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番昨日、今日はセンターフライとライトフライ。投げました。カーブはボール。ただ見守もうそろそろ降板かな。投げました、打ちました。これポテンになってくれれば美味しいけど、そうはいかなかったか。5回の裏、4点を追いかけますイーグルスの攻撃。先頭バッターは岡島。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。6回まで投げられるかな。簡単にツーストライク追い込んだ。投げました。1球外しての、サークルチェンジもギリギリ外に外そう。打ちました。でもストライクに入った。よし、ウィニングショットの田中セーバーを投げた。打った。オッケー、ナイス。掴んでアウト、ワンアウト。バッターは8番藤田。これが2度目のバッターボックス。投げた。1球目ストレート空振り。スローカーブとストレートを主体にして最後は田中セーバーで決める。でたまにサークルチェンジを織り交ぜると、そういうピッチングだな。オッケーオッケーオッケー、テンポはいいね。 T 岡田取ってアウト、スリーアウトチェンジ。 T 岡田三者凡退、無得点に。ゲームは後半に入ります。 T 岡田なの。トップバッターは山陽小野田。音声がなかっただけだと思うんだけど。ツーシームは外れてボール。第2球投げました、打ちました。よし、スライダー抜いたね。レフト前のヒットになります。山陽小野田いいバッティングを見せました。下位打線マユッキーは最初の1球に全てをかける。投球これから2球目。おお、危ない。デッドボールとかでやっぱり怪我。一塁牽制球を送ります。すんのかね。一塁タッチ。ちょっと見てよ、サンタモニカとかは走れないよ。投げました。打った。いやー、ツーシーム少し振り遅れたな。ランナー一塁に戻ります。掴みました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。まあ4点差だったらね。初球打った。おお、抜けた。やった。走れる。あ、無理だ。走っちゃった。ちょっと待って。危ね。三塁です。と、さてワンダー、お前はもうあれだな、外れたボール。犠牲フライ打ってくれれば構わない。それで投げました。まあ、その過程でもちろんヒットが出てくれれば万々歳だけど、まずは犠牲フライを打つ。それがお前に与えられた使命だ。第4球を投げました。おい、ダメだ。第5球、チャンスへのパワーヒッター。 OK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 。 さあ犠牲フライになるか。スタート。ボールは中継。うん、きっちり仕事したね。こういうところでね、ちゃんと仕事ができるっていうのが、うちのチームでは査定に響く。どうやって査定するのか知らないけど。よし、1点追加。先行チームリードを5点としています。 T 田中が、 T 田中じゃねえや、 T 田中はピッチャーだ。ワンダーが第2球。よし、これも大丈夫でしょ。山陽小野でボールを掴んだ。オッケー、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボクサー2番ベゲーロ。今日は勝負の警察だと。 T 田中とかさ、もう一回こう欲が出てくるね。まずは入れてきました。もう一回ちょっと7回まで投げ込んでほしい。サークルチェンジ空振り。第3球、テンポは全然悪くないからね。投げた、打ちました。フラフラッと上がった。セカンド落下点。これは全然オッケー。セカンドキャンパスの横取りました。バッターは3番銀次。これが3度目のバッターボックス。決まってストライク。第2球、もうストレート、スローカーブ。この最初の2球はワンパターンだからな。第3球を、でそこから何球か見せ球を使ってと思ったけど、これファーストOK。いいね、テンポいいよ。楽天生命パーク宮城から。ゲームはこれから終盤に入ります。さて西野君、先頭バッターは西野。今日はここまで3打数1安打。あれ、ピッチャーいつ変わった。第2球投げました。バッターの足元、横にしかないやつはね、割と俺的には打ちやすいと思うんだけど。センター落下点に入りました。センターに飛んでしまったか。掴みました。
これでワンアウトランナーはありません。さあさあさあ、たぬきくん、今日はスリーランホームランを打っています。打率を見せよう。次から投げました。しました。初球打ち、これは内野へのフライト、取りました。これでツーアウトランナーありません。右のバッターボックスは5番クニ、今日はホームランを打っています。 OK、 これも伸びた、たかな、いったね。4号第4号ソロホームラン、4番5番のこの2人がマジで強い。よしよしよし、だいぶ楽になったな。ここでヒットが出、これはピー田中も全員安打達成です。もう一回いけるね、多少。初球打ちました。多いね、ポテンポテン。センター前のヒットになります。昨日ナイスバッティングです。初安打。バッターは7番サイオ大野だ。今日はここまで3打数2安打。第2球完全に外れたボール。第3球を投げました。インコース引っ張った。どうだ、ヒットになります。んー、ちょっと三塁まで進むのは無理だな。サイオ大野だ、いいバッティングを見せました。さてユッキー、ちょっと1球入魂で狙ってく。初球打った、センターへ。おー、いいね、さすが1球入魂。ボールは中継、今回は対象だね。さらに点追加、あれ大丈夫か、危ねえ。続いて1塁ランナーも今ホームイン。先行チームこの回3点目、チャンス A。 第1球投げた、ボール。第2球入ってくるか、シュート、これは引っ掛けた、レフトフライ、飛距離は出ていません。取ってこれで3アウトチェンジ。満員の楽天生命、7回の裏、さあもう一回いこう。ラッキーセブンの攻撃、トップバッターは投げられるだけ投げてもらおう。聞いたのか。第2球、そういえばさ、ストレートももう一種類あったよね。さあサード、サード守備が、ウィーラーナイスバッティングです。左バッターボックスは5番、超スローボールか、超スローボールは無理だな、怖すぎる。1球目カーブレから第2球直球ストライク、1試合に1球投げるかどうかだな。これで追い込みました。例えばちょっと1球外そう、さすがに。もう次が4球目、投げた、打った、痛烈な、ユキナイス、セカンドフォースアウト、島内いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。初球決まってストライク、第2球、田中セーバーをちょっと1球見せ球にしようと思ったけど打ちました。ワンダー無理か。ここ踏ん張りどころだね。やっぱり後半にこう踏ん張りどころが来るけど、それを踏ん張れないからきっと俺のチームのあれなんだよね。センターへの浅いフライになった。これはフライ OK、 いいね、なかなか悪くないよね玉三郎君。よし、これは大丈夫でしょう。どっち、玉三郎取りました。これで3アウト。センターに起用した甲斐があったな。これはもう次中継ぎに任せよう。 OK、 2者残塁。先行チームこの回は、さてワンダーどうする。1番からの攻撃、投げた、まずは塁に出る。初球打ち、ヒット、ナイスバッティングです。これで今日は取れる時に取っておく。右バッターボックスは玉三郎、投げた、危ない球。第2球、一塁ランナー走った、二塁送球、よし OK、成功。今シーズン2個目の盗塁を決めています。さあバッター、チャンスをものにできるか。第3球を投げました、ものにできるかっていうか、打ちました、あっと引っ掛けた。本当はバントしたかったんだけどな。これは平凡なレフトフライ。岡島取りました、ボールは中継。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げました、初球を打ちました、センター方向に持っていきましたが、センターか、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さてさてさて、たぬきくん、ま、1試合に1回は打ってるよね。タッチセーブ。第1球、初球を打った、スライダーとかああいう変化球は難しいよね、持っていくの。先行チームゲ、またこれで相手を勢いづかせてしまうんじゃないか。なんだ毎回このパターンだな。ちょっと、いや、ティータなんかやっぱり交代しよう、怖い。そうすると今度中継ぎ誰を出すかだな。調子でいくと河合くんなんだけどね、まあ3球種あるからな。河合くんでいくか。先行チームピッチャーを交代します。河合くんってか河合さん、河合ちゃん、ルーキーの河合、今シーズン初のマウンドに上がりました。スライダーフォークスクリュー、注目しましょう。第1球投げました、左だね。初球見送って、全然左とか右とか考えてなかったし、調子でしか見ないからな俺。投げました、打ちました。サードはね、飛ばれると怖いんだよね、やっぱり。打ちました、センター相手ノリノリになってるとさ、センター前ヒット
めっちゃ打ってくるよな。今井、いいバッティングを見せました。今シーズン1本目のヒットが出ました。怖っ。切れていきます。ファウル。第2球投げました。2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。ボール高め。コンピューターレベルとかも上がるのかな。おお、ショケ。すげえ。ナイスダブルプレーよ。今日はここまで3打数ノーヒット。初球空振りから投げた。打ちました。よし、これはボール球引っ掛けてくれたね。ユキ取った。よし、オッケー。アウト。スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わり。さあここは守備を変えてくるようです。さあいよいよ最終回、トップバッターは国。見送ってボール。ここも一発を狙っていこう。投げた、打った、投げた。これはスライダーだけどちょっとだけ右中間へのフライですが左にずれてしまったか。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、昨日、今日5度目のバッターボックス。昨日とかも狙っていけるんじゃないか。もう投げた、危ない球。もう9回だしね。第2球、一発狙えるやつは狙っていこう。みんな投げました。インコース高め、高めとかであればパワー E、 弾道はこれ2か。投げました。本当にジャストミートすればいけそうだと思うんだけどな。次が4球目。ただ本当にジャストミートが必要だから投げました。こういうやつ打ちました全然ダメだ。高めもああいうストレートをねうまく叩き込めればいいんだけど。もう投球はこれから6球目。昨日ダメだ。アウト。振っていきましたが、かすっただけ。かすっただけ。7番山陽小野田、今日は3安打猛打賞。打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。ダメだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。先行チーム結局イーグルス。いやでもこのまま中継ぎの河合くんで頑張ってもらいたいけど、ハンマーちょっとあれが溜まってるね、疲れが。まあいいや、うちの抑えはハンマーだし。てかさ、8点差ついてるってことはさ、別にハンマー出さなくてもよかったか。そのまま中継ぎに投げさせれば。まずはアウトコース高め投げました。危ない球。あれってことはやっぱりスタミナ減ってるわ。1球しか1回しか投げらんねえわ。タイミング合いません。投げた打ちました。いい当たり。よく打たれんなこいつ。タマザフロー、ナイス。これでワンアウト、ランナーはありません。いい守備してるよ。ウィーラー、今日はここまで3打数2安打。ウィーラーは怖い。1三振、初球はストライク。こいつはマジで怖い。まずは決めてきました。投げた、完全に外れた。コントロールが F だかんな。これは上がりすぎ。これ大丈夫でしょう。さすがのワンダーでも。レフト方向へ持っていきましたが、OK。噛みました。あと一人。まあ8点差ついてるからね。これセーブポイントはつかないから。初球決まってストライク。まずは入れてきました。まあきっちり抑えていこう。初球ストライク。今日は完封リレーだったな。最後となるか。投げた。OK。天下の宝刀チェンジアップ。今日は良かったね。先行チーム完勝です。いや、T 田中がね、やっぱ強かったよ。さて今日の7回無失点。T 田中ご覧いただきました。一戦は8対0。マスク外してくれないと何言ってるか分かんないっすっこれは外野フライに打ち取られたところね。この球ね、この球引かれてるよマジで。先制ソロ。これ失投を逃さなかったやつだっけ。そうだよねこいつイカれてるわマジで。中継ぎとしても使いたいけど、まあ、中継ぎはそれなりに人がいるからね。先発の一角を回す T 田中。やっぱスリーランホームランとか出てくれるとだいぶ楽になるんだよね。これはフライト。という感じか。大将。ピッチャー頑張ってくれたよ今日は。まあ、4番5番のねホームランも。ほんと助かる。両打席本塁打。そんなんでさ。
お、バット型キーホルダーか。開発してみる。これはアイテム？どうやってやんの？グッズの開発をしますと、調子がアップします。500円、やってみようか。で、111444か、まあ、3勝2敗でちょうどみんな並んでる感じだね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。次回は移動日なので、移動してから試合をやって、多分ホームになるのかな。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。